新川県社宿は、愛知県清須市に所在する名古屋鉄道の車両基地である。従前の施設名は、新川県社宿。名称の由来は、所在地の地名が2005年まで、新川町であったことによる。名古屋本線の須賀口駅に隣接して立地し、現存する名鉄の県社宿では最も歴史の古い施設である。かつては、新川工場として、名鉄の車両保守組織の根幹を成していたが、現在は組織再編によって、犬山検査場に所属する下部組織となっている。敷地面積は 22,831 平方メートルで、最大78両を、留置可能な留置船を有するほか、検査ピットを6両編成用2本、2両編成用1本の計3本備える。研修施設として、車輪旋盤、ドロップピット10トンクレーンを有し、事故で破損した車両の修理も行う。留置船としては、名鉄最大規模である。また、新川県社宿は、名鉄の拠点駅である名鉄名古屋駅の至近に位置することから、事故発生などによって運行ダイヤが乱れた際の列車運行整理拠点としても重要な役割を担っている。名鉄の前身事業者の一つである旧名古屋鉄道が同社の新川車庫として1929年に開設した研修施設である。現名鉄発足後に組織名称が新川工場と変更され、1949年により、名古屋本線をはじめとした、架線電圧1500ボルト路線区の運用車両を対象として、列車検査及び月検査を担当した。後の名鉄における、社内組織再編に伴って、新川工場は直属の新川県社のほか、鳴海、茶所及び、北山の3カ所の県社を管轄する組織となった。その後は、架線電圧1500ボルト路線区の運用車両全般に加えて、特急、北アルプス用の8000系、8200系機動車や MRM100 系モノレール車両、関山線区用に導入されたレールバスの研修も担当した。輸送力増強に伴う保有車両の増加に対応するため、1985年には犬山県社を新設し、名古屋本線系統にて運用される車両の列車検査、及び月検査業務の大半を移管した。ただし、その後も、架線電圧1500ボルト線区向けの新造車の納入時検車は、新川県社区で行われたほか、レールバスを含む機動車各形式については引き続き、検査業務全般を担当した。その他、事故によって破損した車両の修繕、瀬戸線所属車両の重要部検査及び、全般検査実施時における、北山県社への人員派遣などを担当した。その後、再度実施された、社内組織再編によって、新川工場の検車管轄機能は犬山、検査場へ移管され、新川工場の名称は廃止されるとともに、新川県社は犬山検査場の下部組織となった。さらに1997年の毎期定期検査場開設に際して、名鉄が保有する全車両の定期検査業務及び、新造車の納入時検査業務を毎期検査場へ集約することとなり、新川県社の業務範囲はさらに縮小された。同時期には、空港線開通に合わせて、各種施設の改良工事が実施された。1998年から開始された、改良工事は建屋、構内配線などをすべて更新する大規模なもので、2005年に完成した。その後は、幹線系統の運用車両の列車検査、洗車業務を中心として、特急用車両各形式の月検査も担当する。なお、1971年以降は、研修業務を名鉄及び、住友商事の共同出資によって設立した、名鉄重商工業へ委託し、名鉄から同社へ出向した係員によって、研修業務が行われた。その後、名鉄は2005年3月に、名鉄重商工業を清算し、すべての業務を直営にするとともに、同社へ出向した係員は全員名鉄へ、復籍した。新川県社宿は、過去2度の災害に遭い、施設のみならず、留置車両にも被害が生じた。1964年2月に工場施設より火災が発生し、検査入場中であったも700系706も750系769 2190系 2192.5500 系5509編成、電気機関車デキ300系304の各車両が被災した。このうち5500系5509編成のみは、損傷が激しかったも5509を、車体申請によって修復し復旧されたが、それ以外の焼失車両については、修復が断念され廃車処分となった。また、2000年9月には、東海豪雨による大雨で構内が冠水し、留置されていた車両の多くが被災した。このうち5500系5505編成は、修復されることなく、同系列発の廃車となった。ありがとうございます。